はい、こんにちは、116インズです。今回は記録にまつわる話をしたいなと思っております。野球、特にプロ野球ですね。プロ野球と記録は切っても切れない関係にありまして、日々ですね、選手たちは様々な数値や成績で評価を受けたりしますし、またファンもですね、選手の記録なども非常に注目して見ているポイントですよね。ただそんな記録なんですけれども、意外となんだこれと思うような記録も中にはあるんですね。なので今回は個人的に好きな面白い記録をちょっと紹介したいなと思っております。なお今回ご紹介する記録は2010年代で、かつ1試合での記録に限定してご紹介したいなと思っております。それでは見ていきましょう。ではまず1つ目、球四死球の大荒れだけどということで見ていきたいなと思っております。2010年6月25日、当時アリゾナダイヤモンドバックスに所属していたエドウィン・ジャクソンはタンパベイレイズ戦に先発したんですけれども、この日はですね、なかなか制球が定まらず、2球に1球はボールになるような、かなり荒れた状態で、毎回のようにランナーが塁を賑わせていたんですけれども、ただ要所要所でジャクソンしっかりとレイズ打線を抑えまして、なぜかヒットだけは打たれなかったんですね。この間ジャクソン149球を投じて9個の四死球を与えました。通常中4日で先発ローテーションを回す MLB では、だいたい先発投手は100球から110球ぐらいで降板するのが普通なんですが、チームとしても記録のためにジャクソンをマウンドに立たせ続けまして、偉業を達成することができました。ちなみにジャクソンのノーヒッターはチーム史上2人目の快挙だったんですが、1人目はランディ・ジョンソンでして、こちらは完全試合と。9つの四死球を与えたジャクソンとは非常に対照的で、それもまた面白いですね。大抵ノーヒッターを決めた日のピッチャーのピッチングというのは見るからにすごいことが多いので、このジャクソンについては記録はすごいんですけれども、投球内容はそこまですごくないという、ギャップがですね、個人的には好きですね。続いて勝利投手、敗戦投手が野手ということで見ていきましょう。2012年5月6日、オリオールズとレッドソックスの試合は延長17回までもつれる大熱戦となりまして、オリオールズはリリーフピッチャーを使い切った結果、16回から野手のクリス・デイビスをマウンドに送ったんですね。この日 DH で先発していたデイビスは8打数ノーヒット5三振と、打者としては散々な1日を送っていましたが、ピッチングの方では味方の守備に助けられ、なんと2回無失点に抑える好投を見せました。で、レッドソックスも同じように17回から野手のダーネル・マクドナルドを投入したんですが、こちらは対照的にアダム・ジョーンズに決勝スリーランを浴びてしまい、その裏デイビスがピンチを迎えながらもゼロに抑えたため、オリオールズが延長17回にも及ぶ熱戦を制しました。決勝点を与えたのが野手のマクドナルド、そして決勝点が入った際のピッチャーが野手のデイビスということで、勝利投手がクリス・デイビス、敗戦投手がダーネル・マクドナルドと、両チームの責任投手がなんと2人とも野手と、非常に珍しいことが起きたんですね。 MLB ではしばしば野手が登板するという事態が起きますが、なかなか勝利投手、敗戦投手が野手となることは珍しいので、この試合は個人的に非常に印象深いですね。何より野手として散々な一日を送っていたデイビスが延長戦の最後の最後でピッチャーとしてチームを救ったというのは面白いなと思いますね。続いてはノーヒットに抑えたのにということで見ていきたいなと思います。2013年7月20日、アストロスのエリック・ベダードは、古巣のマリナーズ相手に先発したんですが、この日は7回途中までマリナーズ打線をノーヒットに抑える素晴らしいピッチングを見せたんですね。ただ6回、2つのフォアボールとパスボールでワンアウト2、3塁のピンチを迎えると、ニック・フランクリンの犠牲フライと、この回2つ目のパスボールで2失点を喫してしまいます。さらに続く7回はワンアウトからジャスティン・スモークにフォアボールを与え、ここで球数が109球に達したことでベダードは降板。その後登板したピッチャーがベダードの残したランナーを返してしまったため、結果ベダードは6回3分の1をノーヒットに抑えたのに3失点と、極めて珍しい投球成績となりました。大抵ノーヒットに抑えれば無失点、あるいは稀にノーヒットワンランなんて言葉も聞きますけれども、なかなか3点も取られるケースは珍しいと思いますので、ベダードにとっては気の毒な先発登板となりましたが、個人的にこの記録はすごい惹かれるものがありますね。続いては5イニングセーブでワールドシリーズ制覇ですね。2014年ポストシーズンでのマディソン・バンガーナというのは本当に圧巻のピッチングをずっと見せていまして、ワールドシリーズに入ってもその圧倒的な投球を続けていました。第1戦は7回1失点で勝利投手、そして第5戦は完封勝利で再び勝利投手と、ロイヤルズ打線を寄せ付けないようなピッチングを見せていまして、シリーズは第7戦までもつれたんですが、バンガーナ第5戦で登板した後、中2日で
第7戦リリーフ登板を果たします。この試合の5回から登板したバンガーナは5回を投げてわずか2安打無失点に抑えてチームはワールドシリーズ制覇。そしてバンガーナがワールドシリーズ3勝目を挙げたかと思いきやバンガーナにはセーブがつきました。これは2回に先発のティム・ハドソンが同点に追いつかれた後勝ち越しのピンチをジェレミー・アフェルドが抑えたため、このアフェルドに勝利投手がついたことでバンガーナにセーブがついたわけですけれども、なかなか5イニングも投げてセーブがつくというのは珍しいのではないでしょうか。ただこの日ブルペンから出てきたバンガーナーのピッチングというのは文字通りチームを救ったセーブしたと言ってもいいようなピッチングでしたので、このセーブという記録は彼のピッチングを最もよく表した記録なのかなと思いますね。続いては0打数0安打7四死球ということで見ていきたいなと思います。ナショナルズ時代のブライス・ハーパーの話なんですが、2016年5月5日から5月8日までカブスの本拠地リグレーフィールドで4連戦を戦っていたナショナルズ。ただこのシリーズ中ハーパーは徹底して勝負を避けられていたんですね。というのも2015年、この前の年にハーパー MVP を受賞しまして、ナショナルリーグの中でもかなり恐れられていたバッターだったんですね。でさらに当時彼の後ろを打っていたライアン・ジバーマンが不振に陥っていまして、ハーパーとの勝負を避けてジバーマンと勝負した方が抑える可能性が高いと判断したカブス側は、4連戦の最後5月8日の試合ではハーパーと一度も勝負しなかったんですね。さらにこの試合は延長戦に突入するんですが、ハーパー10回それから12回に2アウト1、2塁で打席が回ってきたんですけれども、カブスはここでも敬遠を選択。塁が詰まっている状態での敬遠ということでハーパーもさすがに苦笑いしていましたね。ハーパーは4連戦13回歩かされまして、この徹底した戦略が功を奏したのか、カブスは4連戦4連勝を果たしました。日本だと高校時代の松井秀喜選手が、甲子園で5打席連続敬遠されたことは非常に有名なエピソードですけれども、このハーパーの7四死球もやはり彼がそれだけの強打者だったということを象徴しているような話だと思いますので、ハーパーの怪物エピソードの一つとして結構好きな話ですね。続いてはセカンドとサードを行ったり来たりということで見ていきたいなと思います。2017年8月16日のメッツ対ヤンキース、この日のメッツは内野手のホセ・レイエスとウィルマー・フローレスが2人とも怪我で出場できないという事態になってしまって、メッツは内野手が足りないということになってしまったんですね。そのため本職キャッチャーのトラビス・ダーノをサードで起用したんですけれども、このダーノプロに入ってから内野で出場した経験がファーストでマイナー時代2試合だけ出場しただけということで、サードの出場経験は全くない選手だったんですね。そんな非常事態にメッツはちょっと変わった策に出まして、当時セカンドもサードも守れるアズデルバル・カブレラがメッツに在籍していましたので、相手打者の左右に応じてこのダーノーとカブレラをセカンドとサードでポジションを変更するという策に出たんですね。この試合中ダーノーとカブレラは18回ポジションを変えたんですけれども、そのせいか守備の記録がもはや大変なことになっていまして、まあ、こちらに出ていますけれども、セカンドサードセカンドサードみたいな感じですね。本当に行ったり来たりのような記録が出来上がったんですね。ただメッツのこの目論みはかなりうまくいきまして、カブレラのところに打球が飛ぶことは何度かあったんですが、ダーノのところに打球が飛んでいったのは9回にポップフライが上がっただけということで、この打者の左右に応じてポジションを変えるという策は成功し事なきを得ました。ダーノとカブレラがポジションを行ったり来たりする姿はそれだけでも面白かったですし、またメジャーリーグの試合でこれだけ頻繁にポジション変更が行われるのもそう起きないので、この試合も個人的にすごく印象に残っている試合ですね。そして今回ご紹介する最後の記録はデビュー前に初ホームランですね。今をときめくスーパースター候補であるワシントンナショナルズのフアン・ソト。彼は2018年の5月20日に MLB デビューを果たしているんですけれども、実はですね、5月15日、まあ、この5日前ですよね。この試合にも出場したことになっているんですね。MLB デビューが5月20日なのに、どうやって5月15日の試合に出場したかというと、実はこの5月15日の試合というのはサスペンデッドゲームになっていまして、6月18日に試合を完了させたんですね。そのため6月18日時点で MLB に昇格していたソトはこの試合に出場することができたんですが、記録上途中出場して、ソトは6回に決勝点となるツーランホームランを放ちまして、記録上これが彼のメジャー初ホームランとなったんですね。そのため MLB デビューは5月20日なんですが、記録上彼の初ホームランは5月15日と、デビュー前に初ホームランを放っているというよくわからないことになってしまったんですね。稀にサスペンデッドゲームが絡むとこういったルーキーのデビューの日が変わるっていうことはあるんですけれども、ソトのように初ホームランの日が変わるというケースはなかなか珍しいと思いますし、何よりデビュー前に初ホームランを放っているという字面だけでも面白いですよね。
こういった現実にはありえないけれども記録上のからくりによって生じる話っていうのは個人的には結構好きな話ですね。ということで今回個人的に好きな7つの記録にまつわる話をしてきましたけれども、おそらく遡ればもっと面白い記録は出てくるんじゃないのかなと思いますね。またぜひですね、皆さんの好きな記録などもですねコメント欄で教えていただけると幸いです。今週末からいよいよ MLB も開幕しますけれども、この2020年代もまたどんな記録が誕生するのか非常に楽しみに試合の方を見ていきたいなと思います。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。